はい、というわけでどうも、まるっとらです。今回はジャンプ地なんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは、シュレック大量発生というわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、こちらというわけで、本日の主役、こちらというわけで、バーダックですね。まあ、ドラゴンボールから参戦なんですが、2年前に登場したキャラなのにもかかわらずダメージえげつかったなっていう動画を以前出したんですけども、まあ、イベントではかなりの、力を発揮してくれたんですが、決闘ではどやねんっていう、まあ、そういう状況なんで使っていこうかなと思うんですけども、4周年で情報修正されたんですよ。まあ、2年前のキャラなんですけども、 HP12000、 攻撃2600、これかなり高いですね。そんで必殺特性無凸なんですが、まあまあ火力出るんで、まあ望んでいこうかなと思います。1枠目炭治郎義勇さんにてバフしていきまして、2枠目限定剣心4つ割りんーで、4周年厚さでバフすってラストバーダックで、まあこれやってください。というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、まあ今日ね、ドラゴンボールヒーローズの、実況動画も出したんで、まあ今日は、ドラゴンボールデイとなっております。まあいいんじゃないかなと思うんですけども、映画まだ見ていないというわけでね、早く見に行きたいんですけども、まあぶち割っていきまして、んーでもって友情発動していくムーブ。3枠目がちょっと怖いな。ジョーザーか。攻撃タイプにキラーが入るんで、4周年あった攻撃なんで、これキラー入る最大火力の570叩き出されるんで、これ結構怖いんですけども、相手さんこれ3枠目にリサリサ先生いそうな糞息を放っているんですが、これ大丈夫かな。これリサリサ先生いた場合、ちょっと勝負の行方は分からなくなるんですけども、4つ割りはできるな。素晴らしい。こってレジェンドも発動できるというムーブ。まあバフ回も積んでいきましてと。さあ相手さんの友情技どんな感じでしょうか。これはリサリサ先生はおらんムーブか。ちょっとよくわかんないんですよね。ここのアスタでバチ割る。あ、フォームチェンジしないと。これ AI がうまいこと噛み合っとんな。ここのフォームチェンジなしはちょっと厄介ですね。そんでまあ 29% ガードの上からでもまあまあダメージ入ったんでいいんじゃないかなとは思うんですが。着地地点等々すんばら。ロジャーで残していく夫人。お前ら、オセロやってんちゃうねん。何、悠々と角取ってくれとんねん、お前ら。それやったら、左の角もお願いしたいなと思うんですけども、ジャマプチ君は、お兄とは度安定なんですが、バフ回積んでいないというムーブ。なるほど。ちょっと火力寄りな。パーティーですかね。まあ、ここガード貫通で、ザリン。外役ザリンがいらっしゃったというわけで、これ何個ありや ?5、6個あり。6個あり火力バチいかほど。余裕で耐えたな。さすがにね、バフ回何個か積んでたんで、まあ、よかったんじゃないかなと思うんですが、さあラスワーク、ここに関しては、ラスワークトリコでしょ。限定トリコとかいう謎夫人なんで、まあこれは気持ちいい火力出してくれるんじゃないかなと。レジェンドがたまんない。相手さんバフは必殺ダメだけ干渉するんで、まあカスですね。こちら側191の必殺カス、これはちょっと、まあ、必殺6個割なんですが、バフの積み方が悪手にも程があるな。もうちょっとバフまんべんなく積んだ方がいいという今後の課題を残していきまして、必殺3つ割。相手ちょっと 29% ガード張ったんで、これめっちゃ怖いんですけども、
これいけるか、オーバーダメージいくこれ。あー、まあ今日はこんな感じで頑張っていこうかなと思うんですけども、ちょっと、バフがまんべんなくなかったんで、3枠目のバフ、ツッキーじゃなくてフーゴにしました。これで攻撃バフをちょっと望んでいく布陣にしようかなと思うんですが、まあ対面は一緒ですね。耐久戦になって火力で押されたらこっちのパーティーはもうどうすることもないんじゃないかなという、純粋な気持ちなんですけども、いかほどでしょうかっていうお話で、まあいい感じに、盤面は割れた。そんで相手さんレジェンドが溜まってんねんな。一枚上手ですねこれは、相手さんの方が。はい、ほんでもって、あ、バフ回、ここでザリンがいるか。まあいいんじゃないかなと思われる。相手さんこれ5個割やな。耐久はこっちの方がしっかりしているけど、火力は相手さんの方が勝っているというこの布陣。これはどっちが勝つか、まあ見物なんですけども、まあ5つ割と安定で着地も決まっていったところで、まあジョーザーからのっていう定番ムーブなんですが、まあこれは繋がったんでいいんじゃないかなと思われる。相手にね、ここでレジェンド発動されてしまってるんで、あそこのレジェンド発動はかなり手痛いぞ。相手の方が、これ、バフ圧倒的に多いんでね。こっちバフ回2つ積んでるものの、相手の方が火力出るんじゃないかなと思うんですが、いかほどでしょうかっていう感じで。はいと。ああ、こっちもまあまあ入る。素晴らしいですね。やっぱ相手の方が火力出たな。そんでもってアドバンテージはもうここで30万取られてんねんな。なかなか厳しいんですが、まあバフ吸収してくるという布陣か。なるほど。まあここでまた回復からのっていう布陣でしょ。僕もね回復できたらいいんですけどもね、持ってないんでね僕そのナルトで。相手さん一つ、生成残していったという布陣か。まあここ変えてバッていきましてっていうムーブなんですけども、ちょっとこれは、火力的に相手の方がクソ勝っている。そんでこの耐久対面となればバーダック、これまくれるほど火力ないんで、そこはもう場をわきまえているんで、さすがにこれは厳しいんじゃないかなと思うんですけども、いかほどでしょうかっていう感じで。はいと、アドバンテージはまあ回復分等と合わせたら40万ぐらいかな。ちょっときっついぞ。そこでまさかの弱体化積まれた。ここの弱体化はきっついもんがあるな。そんで 29% ガード、うわー、これは無理やな。さすがにこの火力対決ってなったら厳しいもんがあるな。いや、なんだかんだこの3000位ぐらいの順位やったらバーダックでも勝てるかなって思ってたんですけども、さすがに舐め腐りましたかね。最近の決闘はレベルが上がってるというそういう状況でしょうか。相手さんバフは364の必殺ダメ、まあ積んどんな。こちら側274の必殺ダメ5輪と積んでおります。魚雷合わせて310ぐらいですね。いや、どうでしょう、さすがに厳しいか。6つ割りしてるものの、あー、これは無理やな。いや、無理ですわ。そうか、やっぱちょっとレベル上がってんな、めっちゃ。さあ、よろしくお願いします。おー、この対面は僕のためにあるようなもんやぞ。ラス枠ジョーザー、まあ、攻撃タイプにキラーが入る。バーダックは攻撃タイプなんでここキラー入ってしまうものの、ただなんとか言ってくれるんじゃないかな。これはさすがにこの対面ならば希望は見えるんですけども、
2枠目も有利取っている。まあ、爆弾派ですかね、相手さんは。ロジャーと、これ、解除追いつく、そんでもって相手さん考えとんな。いや、ちょっと決闘の環境を舐めてましたね。3000の3本剣じゃなくて、2本剣じゃなくて、1本剣内でもこんなガチパ組んでる人おるんや。ちょっとこれは僕の考えを改めないといけないな。なかなかネタパ使うにも難しい環境になってきたんですけども、ここに関しては、まあ、ぶち割っていきまして、ピタゴラスイッチ決まっていったところで約束していきまして、まあ、相手さん、これは完全に火力クソゲーですね。ここでどんだけ耐えれるかによると思うんですが、まあ5つあり決まるな、これは。そんでレジェンドも発動される。ガチパやん。なんでお前みたいなパーティー組んでるやつがここでくすぶっとんねん。もっと上を目指してほしいなと、僕と共に上を目指さないかという勧誘していくんですけども、1、2、3、4つあり。まあ、1つそれたものの、これきっついな。いや、なかなかきっついな。ここの爆弾40万ぐらい入るな。そんでここのロジャーで40万ぐらい削られたら僕の負けが確定するんですが、さすがに削られるな、40万なんざ。ザラでしょ。こんなロジャーとかいう、くっそみたいな火力キャラに、まあ、叶えば、余裕だと思われるんですが、お、邪魔プチくん！ここの邪魔プチくんは正義のヒーローですね。マーベルのごとくですわ。アイアンマンなんですけども。ここで、何個割り決まるかやな。あー、全回収されるな、これは。負けたかな、多分。さすがに耐えんでしょう。あーら、無理やわ。嘘やろ。なあ、マジで言うてる。え、ネタパも使わせてもらえへん。ネタパが使えないとなると僕のネタのストックがなくなってしまうんですけども、よろしくお願いしますというわけで、3枠目が怖い状況なんですが、まあそこ気合で乗り切りたいなという気持ちなんですけども、盤面がゴミやな。ここほんまは繋がってほしかったんですけども、まあしゃあないというわけで、これで、マジか。めちゃめちゃ決闘のレベル上がってんな。そうなんや。こんな3000なんぼでも、割と強いな、みんな。今のはちょっとさっきのロジャーのはさすがに耐えてほしかったな。まあ、ここ、献身対面なんですけども、まあ、うまいことできるんじゃないかなと思われる。そんで僕3枠目にザリン積んでるんで、外役ぶっ刺してることによって相手の献身のバフそげるんで、まあ、布陣としてはものすごくいいんじゃないかなと思っているんですけども、ダブルバフ回も刺さっていく。そんでもってここまあダブルバフ回かな。あ、違うと。なるほど。まあ、こういう友情技組んでくれてる人がものすごくありがたいんですよね。そんでもってまあジョーザーでバフ回す。あー、ここ繋がるか。そこ繋がんのは偉いですな。あ、これ全回収？危ない。4つ割りダメージ以下ほどなんですけども。まあ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 、ダブルバフ回積んでるんで全然大丈夫ですね。ほんでもってここに関しては、ちょっと着地が終わるございますな。これではホイホイのホイやから、あ、でも着地決まってるかな、これは。でもどっちにしろ一つ割れへんな。
そうですか。まあしゃあないですかね。はいと、まあ一つ残せたらいいなという布陣なんですけども、28万回復積まれていったところで、でまあバフ回も積まれた。ここのナルトの火力すさまじいぞ。何個割り？ 1,2,3,4,5 6個割り。ここの6個割りきっつない。そんなことなかった。これは良かったですね。オッケーオッケーオッケー。まあまあ火力入っている。39万回復ってお前頭おかしいやろ。アドバンテうとーアーチ状ね。このアーチは凄まじいんでね、ぜひともこれ買っていくんですけども、着地終わっていない。レジェンドも発動できる。ブチ発動していきまして、これはさすがに勝つるんじゃないか。相手さんバフは84の必殺ダメ、くっそ。こちら側308の必殺ダメ、バチですわ。圧倒的にバフの数値勝っている。6個割りなので、これは行ってほしいな。ちょっと勝てなかった今日の分をうさばらししてほしいなと思うんですけども、いかほどでしょうかっていう感じで、3つ割りでガードも何も積んでいない。これは勝ったな。これは圧倒的勝利刻めたんじゃないかなと思います。いかほどというわけで、これが見たかったんですよ。さあというわけでラスト1回やっていこうかなと思うんですが、まあこのパーティーはネタパなんで、今回のね、展開は重々承知していたんですけども、まさかここまでとは思ってなかったんで、ちょっとビビってますね。僕の知っている決闘の環境じゃ全然なくなってきている。やっぱり最近ね、無料配布とかで、まあ、かなりね、限定キャラクター配布されてるんで、やっぱり、決闘の強さ、ぐんと、増してますよね。んで、ここに関しては、ラス枠が、ラス枠そうですか。ラス枠そうですか。そこで、しかも一番最後の最後で弱点取る普通。ねえ。これはちょっとやめてほしかったんですけど、まあ。ここに関しては、ジョーザーブチ発動して、これはですね、どうしようかな。まあ、ここで一発、うん、ここで一発、割って、なるほど。なんちゅうこっちゃやな、これは。あ、でもなんだかんだ割れるか。ぶち割っていきまして、の、よいしょ !5 個割り。まあ、ここはいいですね。全然大丈夫。攻撃バフ2つというわけでね。まあ、攻撃バフに何か恨みでもあるんでしょうか、この方。ものすごく怖いんですけども。残すという布陣。その残すという布陣、まずない。シンプルまずないなんですけども。やばいな。でしたら、ここ、まあ、レジェンド発動していきまして、ツナを発動する意味がなくなったと。やけど付与する7万回復と。相手のレジェンド友情どんな感じ？まあ、そういう感じか。これ全回収されんな。いや、火力に寄せます、これは。そうですね。まあ、ぶち割って、ボンの、これで全回収できる。あー、そうか、無双さん発動してへんから生成数3してへんわ。ちょっとミスったなー、ここ。4つ割りか、5つ割りするつもりが、ミスってしまいましたところで、そんで相手さん、ダブルガードなんで、これ 34% ぐらいガードしてんな。んー、まあ、全回収は決まったかな、これ。はいと。
ピタゴラスイッチオッツ七子お姉さんムーブ、これダメージどんだけ入る。はい、キモーイキモーイキモーイ。カズキコさん、いやーガード、今のガードは恐ろしかったな。で、何十番目、さすがにここ弱点取られてるからな。そんでベッチで必殺1個割につき、ダメゲン6000ぐらい貼ってるんで、あれダメゲン多分5万ぐらい貼ってんねんな。ちょっと恐ろしいですな。ラスワーク友情技どんな感じ、幻突30でガード貼ってる、17万回復、絶対負けた、 100% 負けた。いくら5個割で結構バフ積んでるとはゆえ、で、またなされた。アドバンテージは、オーバー。まあ、10万ぐらい取られてる。絶対に負けたな。こっから、回収できるほど僕のお父ちゃんは強くないですわ。はい。ただ、可能性信じていいんかい？無理です。おー、待って、ワンチャンあるじゃん、ワンチャン。ワンチャンあるか？ワンチャン！しゃあ！偉大なる父。